今回はこの店で、メリエンダを食べています。ちょっと名前は長いので、下にテロップを出します。これはチパです、まあ、チーズパンの一種です、まあ、パラグアイ人の大好きなパンで、まあ、町中至る所で売っている、まあ、チーズパンです。中はこんな感じです。これはチパソウです、まあちょっとコロッケに近い感じで、中には肉が入っています。中はこんな感じです。肉がたっぷり入っています。ニンニクがたくさん入っててすごく美味しいです。他には、ピーマンや、玉ねぎ、卵などが入っていると思います。コシドを買いました、パラグアイの伝統的な飲み物で、砂糖、水、ジェルバ、マテ茶に、牛乳を混ぜてあります。それでは飲んでみます。好みの量の砂糖を入れることができます。コシドを飲んでみた感想は、日本の、ミルクティーにちょっと近い感じの飲み物です。ぜひパラグアイに来た時は飲んでみてください。美味しいです。